間食はダイエットには良くないと思われがちで、避けている人もいるのではないでしょうか。でも実は間食の仕方や何を食べるかでダイエットにプラスに働くことがあるのです。本動画ではダイエット中の間食のメリットや正しい取り方、間食におすすめな食品などをご紹介します。痩せている人は間食上手？毎日規則正しく栄養バランスのいい食事を適切な量、適切な時間に食べていれば大抵は太ることはありません。ですが間食をしたり不規則な食生活をしている人でも痩せている人はいますよね。そういった痩せている人は意識的にせよ無意識にせよ、間食を必要な栄養素を補う食事として取り入れています。まず間食と聞くと甘いお菓子やせんべい、菓子パンなどを連想しますよね。しかし間食を体が必要としている栄養素を補うための補食と考えると積極的に食べられるのではないでしょうか。間食は太るからと我慢して3食の食事を食べ過ぎたりストレス太りになってしまっては元も子もありません。ダイエット中の間食のメリット、効果とは？間食はやり方によってはダイエットにもなりますが、一体どのようなメリットがあるのでしょうか。1、血糖値を安定させる。いつもの3食の食事の間に間食をすると血糖値の急変動が減って安定します。血糖値は血液中の糖質の量を表し、通常何かを食べることで上昇します。血糖値が上がるとインスリンが分泌されて血糖値が下がりますが、同時に脂肪の合成も促します。1日3食の人だと食事前は血糖値はかなり低い状態ですが、そこで食事をすると血糖値が急激に上昇します。そしてインスリンがたくさん分泌され多くの脂肪が合成されてしまいます。しかし3食の食事の間に間食をすると食事前の血糖値はある程度上がった状態なので、食後に急激に上昇することはありません。ということはインスリンも多くは分泌されないため、同じ食事を食べても脂肪が合成されにくくなるのです。2、食べ過ぎを防げる。お腹が空いている時に食事をするとつい食べ過ぎてしまい、ダイエットにはよくありません。しかし間食をすることで食事間の空腹感を紛らわしてドカ食いを防ぐことができます。3、ストレスなくダイエットを続けられる。間食をすると食欲が満たされるので、食べたいのに食べられないというストレスも減ります。そのようなストレスはダイエット中の一番の敵なので、それでダイエットが長続きしなかったという人もいるでしょう。どんなダイエットでも継続が必要不可欠なので、どうせなら食欲が満たされる方法を実践したいですよね。そのためダイエットに間食を取り入れるとストレスを軽減できるため、無理なくダイエットを続けられるのです。4、筋肉の分解が抑えられる。筋肉は合成と分解を繰り返しており、食事やトレーニングで合成が高まり、一方で空腹状態が続くと分解が高まります。ダイエット中は極力筋肉量を維持しつつ脂肪のみを減らすことが重要です。そのために間食で体に必要な栄養を補うことで筋肉の分解を抑える必要があるのです。ダイエット中の間食におすすめな食品とは？これまでの説明の通り、間食はダイエットにいいのですが、
間違ったものを食べたり、食いすぎてしまっては失敗します。先ほど、間食では、体に必要な栄養を補うことが大事と言った通り、食べるものが大事です。そこで、ダイエット中の間食に最適な食品とは、ズバリ、ヨーグルト、チーズ、高カカオチョコレート、寒天です。ヨーグルトやチーズはタンパク質が豊富で、しかもしっかりとおやつ感覚で食べることができます。また、高カカオチョコレートは低カロリーで、カカオに含まれる栄養素がダイエットのサポートをしてくれます。寒天はかなりの低カロリー食品で、食物繊維も多いので、ほとんどカロリーを取ることなく満腹感も得やすいです。間食はどれくらい食べてもいいの？いくら間食に良い食品でも食べ過ぎは厳禁で、多くても200キロカロリー以下になるように調整しましょう。それ以上食べるとダイエットに逆効果になってしまうことがあります。またできれば間食を食べたら3食の食事量を気持ち少なめにすることも心がけましょう。そうすることでカロリーの摂りすぎを抑えることができます。間食を食べるおすすめなタイミング。間食を食べるタイミングは食事の数時間前がよく、血糖値を安定させられて間食の効果を実感できるでしょう。特におすすめなのは午後3時で、昼食と夕食の間の空腹時間が長くなりがちな時に取り入れるといいのです。逆に絶対に NG なタイミングは夕食後から夜寝る前で、この間は脂肪の合成が高まる時間帯です。なのでそこで間食をしてしまうと脂肪がつく原因になるので、夜間の間食は控えましょう。以上、いかがでしたか？ダイエット中でも間食をして良いとなると少し気が軽くなる気がしませんか？しかし、何を食べるかやどのくらいの量をどの時間帯に食べるかも重要です。本動画を参考にしていただき、ぜひ間食を上手に取り入れてみてくださいね。